ルです。ネンパネーダチャンネルでーす。今回は斉藤さん誰っていうね、斉藤さんっていうアプリ。あ、そういうことね。知って懐かしい、なんか昔聞いたような気がする昔ね。さあ電気つけへん確かに今太陽光だけでやってます。斉藤さん、ちょっと怖い。マッチングして電話できるみたいな感じ。知らん人と喋れるみたいな。やったことあるってこと？経験者？高校の時になんか学校で斉藤さんとかしてた。ない。学校で斉藤さんや。斉藤さん処女や。斉藤さん処女。うん、だからそういうことよ。でも処女っていうのはそういうことや。どういうこと？斉藤さんに合ってるよ処女。そういうことです。斉藤さんもそうですよね。皆さんご存知なんですけど。怖い。斉藤さんと処女は、ちょっと分からへん、全然。やり方分からへん。うん、分からへん。やってみましょう。決めますよ。怖い。行くよ。わ、懐かしい。出てみて。いや。もしもし。もしもし。やっぱ声とかもこれ関係あるから次ちょっと可愛い感じでね。めちゃめちゃブス女来たってバレたんじゃん。もしもーし。ちょっともう一回ね。つなげまーす。結構さすぐつながるよな。名前言うの。もしもーし。カメラつけて。カメラつけ方わかんない。何してんの？何してんの？何？なんて言ってた？なんかカメラつけてって言われた。なんなん？ちょっと待って、もう電話出てね。わからんけど、なんかずっと心臓痛いねんけど、なんだ。っていうことよ。みんな何がこれ楽しくてやってんの？もしもーしとか言って、最後になんか、お寿司はやっぱりマグロとか絶対消すねん。最後に。ふざけんなって絶対消すねん。って消すっていうのが面白いねん、これ。やって。もうちょっと、私は電話出られへん。いや、出て。もし、恥ずかしいし、なんか。あっちもだからふざけて電話してきてる可能性もある。あ、可能性もあるか。だからあっちは遊びの時に限ってきてるとか、そういうのは。ふざけてば電話できるっていうやつなんやけど、知らんほんまに。いや、知ってる存在は。やったことないと思う。でもやったことないから、もう、ずっと、怖いねん、なんかドキドキする。ちょっと大人っぽい。セクシー10代。セクシー10代。あ、じゃあ海外のセクシー10代。セクシー10代。はい。今日今キャミソール着てます。キャミソール、タンクトップでちょっとおっぱいポロロンってしてます。イメージそういう感じでいきましょう。もーし、こんにちは。こんにちは、何歳ですか？20歳。20歳ですか？え、今日仕事とかないんですか？学校ですか？何歳？19歳。性別は？性別？そういう、なんだろう、女とか男のとかに、こだわらないタイプ。顔見せれる？え、カメラつけないんだよね。なんか、バキバキに割れちゃってさ、カメラ映んないんだよ。あった。ごめんね。ごめんね、全員。すがすがしかった。全然嫌な感じせへんかった。もしもし、なさい。ママ怖いこと絶対で。じゃあなんかわからんけどやってみる。いやいや、なんでそんなすぐパパパパパって電話できる？そういうアプリやから。知ってんで。やろ。知ってる。やろ。やろ。面白いよ、最近さ。楽しいよな。こ。楽しくない？え、こ。楽しいよな。え、楽しいよな。
人も知ってんだよ私そういう手口で。大丈夫、これダイエットの薬やから、これダイエットの薬やからって言ってんのと一緒やん。そういうアプリやから、あっちの人もだってアプリを使って電話してるっていうことは、やばい粉出して、いいよこれダイエットの薬やから、だからダイエットの薬やからって言ってよろしく、よろしく、よろしく。何してんの？何もしてない、よろしく。19歳よろしくお願いします。最後なんて言ってた今。19ダメです。19NG らしいです。ちゃんとしてる人だ。うん。でもちゃんとしてんのに斉藤さんすなよ。丁寧に手出したかっていう気持ちあんのに斉藤さんすなよ。斉藤さんそういうアプリちゃうんやから。19、19、ちゃんとした人やった。あ、バリ楽しい。こういうアプリ使うけども、うん、ちゃんとした人。ちゃんとした人。わからんけど、ずっと。こう襖の中から人のなんか見ちゃあかんのを見てる気分。わからん。わからん。なんか覗いてる気分。お父さんとお母さんがちょめちょめしてたみたいなってこと。NG が出たんで今度一人でちょっと動画。すごいな。なんで？なんでまだしたいん？すごい本当に。みんな普通にやるよな。もう結構心臓疲れたんやけど。ちょ、やめとこう。ジェットコースター乗る方が全然怖くない。ジェットコースターの方が怖いよ。じゃあね、バイバーイ。